ズミ、ナズミ。うるさいに。太郎の病気はどうかや。今朝から物を食わんのじゃ。何のたたりか見てたぶれ。兄、海へ出たな。出やせん。ここば出るだけで罪になるに、海で密漁して見つかったら殺されるに。出やせん。ならいいが。じゃじゃきよ。目吉、馬の子なんだか。知らん。よし、亀太郎。水飲ませたらならんど。うま、根吉に大手はならん。愛はせぬに、じゃじゃ。人に見つかったらどうする。龍様に何と申し開きが立つ。昔昔兄と
神様はある日男の神様を呼んでな、下界で島を作ってそこの守り神になれと言われた。そして赤い赤い真っ赤な岩を一かけくださった。男神様は喜んでその岩のかけらを海の中にダッバーンと投げ込んだ。するとどうだ、海の中にこのクラゲ島がポカリとできた。それから男神様はクラゲに降りようとした。が降りられん。なんとかして早う降りたい。が降りられん。そこでお願いした。私に足りない片っぽの体を賜りたいとな。天の神様は驚いて、お前に足りない体とは何じゃ。私に足りない体とは、女のことでござります。女の体で。ガラ、これはわしとこじゃ。あれ、
行くよ、先に帰るべ。おい、行くぞ。アメ、よし。アメ、しまするは島一番の古い家であり申した。近年不祥のことを相次ぎために島内にご迷惑をかけております。家に神様にお誓い申し上げます。太りは海に出ません。太りは根基地は鎖でつなぎます。太りは岩場を落として神様の田んぼを元通りに戻します。元通りにいたしました暁には島付き合いも元通り、海に出るのも元通り、どんがま祭りにも元通り、何もかも元通りにしてくださりまするよう。とう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 話。トリコにも青年たちの遊びに来てくれるわ。浜に通りてあたんの葉陰で踊り明かさん。誰のかかあじゃ？トリコは亀太郎のかかあじゃよ。亀太郎のかかあじゃ。トリコはメキチのかかあじゃ。メキチの。Yeah.
あがるもん相手にしよったらもう馬鹿にされるのがうちや。何ばするかね、吉。トリコ。耳がゆい、あんちゃん。耳かい？どこ？耳かいて、あんちゃんかいて。こうか？誰に教わったこんなこと？ん？トリコ。じゃあちゃん。トリコはよ。何の楽しみもねえんからよ。じゃあじゃあ、だから太りはケタモンなんて言われるんじゃ。おめえのおかげで俺たちはどれだけ苦しんでいるか。何ば言うか、太りがケタモンと言われるのもみんなお前の掟破りのせいじゃ。わしがあんなによせと言うたのに葉っぱの密漁なんぞしよって。なんだと？あの子ら誰もがみんなやっとったんじゃ。みんなが大ピュアにやっとったかバカったり。その上人の女房にまで手出しよって。徳里は戦友じゃん。その戦友が女房だけんようになって。それ俺は変わって何が悪いんだよ。二言目には戦友戦友か。おお、戦友は戦友じゃ。今までで一番楽しかった時の仲間じゃ。こんな狭いクラゲで獣獣と言われて行き場殺して暮らすよりどれだけ良かったか。みんなおめえの吉芸のせいじゃ。バカ、男は女子の面倒を見てやるもんじゃ。わしは男に捨てられて島へ帰ってきた牛を可愛がった。それが何で悪いんじゃ。なんじゃクソジジイ。その牛はおめえの娘じゃ。それがどうしたい。わしが牛を幸せにしたかい。牛は喜んで死んだんじゃ。おかはおめえの子をはらんで時計も嫁でいけなくなったんだぞ。なればこそお前は生まれたんじゃ。親に向かって何ば言うか。暑いですね、今日も。精が出るな。やっけ、クエキ、やっとれ。刈谷課長さんでありますか。うめえ。クラゲ政党の竜竜源であります。入れましたか。あなたの前任者、島尻技師にもお迎えするようにお伝えしてあるんです。何か用事でありまして。建設の東京本社から技師さんの見えられた。工場に水を引かんばならんのでな。龍源、よう来た。こらこらじ、あれ、これは粗末なものでありまするが。
唐辛子。まあまあお手を挙げください。実はな、義士さんの助手に亀太郎貸してほしいんじゃ。わしとしてはこの大事な役目をまあ身内同然の亀太郎にやらせたいと思ってんの。亀は二人の家の人間じゃ。島のためみんなのために穴場掘らせにはならん。そりゃ穴掘りは大事じゃ。けどまだ先は長い。馬もこのことには賛成しておる。馬も？うん。なんで？馬も二人の家のもんじゃ。穴掘りの邪魔するはずはねえね。現在この島の百姓は一人残らずサトウキビで食うておる。工場の水が切れて機械の止まったら、キビが売れんでみんな死なねばな。こまま連れてきて、田んぼばみんな潰してキビにさせたなおめえじゃ。クラゲはキビ以外には生きられぬ。あ、じゃあ、俺はやりたい。実際の女子。亀太郎のことはすでに、島の主だった連中には話をした。助手を務め終わせれば今年のどんがま祭りに出す。どんがまに、うん、よぎ、よう言うてくれた。とうとうがらし。戦友、亀の日当はいくらや。一日500〜700円。ねきち、銭もろちゃならん。岸さんは海の向こうから来られた神様じゃ。その神様にお仕えする者が銭もろちゃなら。余計なことを言うな。戦友同士の話じゃ。ご老人、世の中変わり申した。働けば銭になる。だから銭のために働くのじゃ。わからん。昔から島のためになったお人は皆神様に祀られた。その神様のために働く中に、なんで、わからん。わあ、よし、よし。義士。ええ、東京です。この絵師だ。東京の。ああ、この絵兵だったんですか。東京懐かしい。龍源は要領のいい男じゃ。太りはバカ。太り。亀太郎。ああ、亀太郎君のお父さんですか。きちがい。桁も。今度の義士さんは。東政党会長に見込まれて婿さんになったほどのお人じゃ。まあ精一杯励め。はい。わしは島の区長であり工場の長でもある。お前は島の青年じゃ。岸さんに決して島の恥を知らせてはならんぞ。はい。親のため兄弟のためじゃ。よいか。あ、わからぬことがあったら必ずわしに聞けよ。はい。
前任の技師島尻君であります。ああ、どうして会社に連絡をしてくれなかったんだい島尻君。半年も音沙汰なしで。すいませんです。ここの推理が悪いなら工場は閉鎖する。なんとかなるんなら工事はどんどん推進する。二つに一つだろう。会社は君の調査報告をずっと待ってるんだぜ。私のですか。そうだよ。どうしてですか。どうして。社員が会社に仕事の報告をするのは当然じゃないか。会社は君月給払ってんだよ月給を。しかし私は給料をもらっておりませんですが。当たり前だよ。東京の奥さんや子供さんの上行ってるんだ。この辺りも昔は田んぼであり申した。ここは一マス田の跡であります。昔突然鐘を鳴らして島人を集め、遅れたためにこの田に入りきれなかったものを切り殺して人口調節をしたのです。いや、昔は残酷なやり方をしたものです。ご苦労さん、ご苦労さん。とわずとわずとわずがな。龍さんは徳の高い方で島一番の人望家です。あ、ご苦労さん、ご苦労さん。とわずとわずとわずがなし。この辺りも昔は田んぼでありましたが、今や全部木々になりました。ああ、そうですか。ああ、暑いな。さあ、行きましょう、行きましょう。はい。あれ、ここはさっき通ったとこじゃないかな。はい、そうであります。そうであります。暑いのに申し訳ありませんが、あなたの姿をみんなに見せて安心ばさせ、将来に希望ば持たせてくれようと思いまして。何ですかそら。とにかくもう回り道はやめて早く候補地へ連れてってくださいよ。はいはい。本社の状況はいかがなものでありますか。ああ、あんまり良くないんじゃないですか佐藤は。僕は技術屋だからよく分かんないけど。お父上もお困りでしょうな。いや、会頭は困りはしないでしょう。いろんな会社をやってるんだから。はあ、暑い。なんせ工場としては昨年度の前渡し金の差額を未だ払っておらぬありさまで、島人は皆不安なの。東皇帝先生のお名前だけでようやく信用は保っておるのです。新聞、新聞うちへ届けといてくれ。長官かい。いや、一番新しいのが1週間ぐらい前のやつだよ。専用の新聞をうちへ届けた。ご苦労さん。あの連中が水を持っておるでしょう。ああ、それはありがたい。すまぬが技師さんに水を一杯差し上げてくれ。はい。この日照りで大方の井戸は干上がりました。水は日に日に塩辛うなります。どうじゃ君は。こうして東京から皇帝先生の婿さんが見えた。工場は安泰じゃ。せいだしてくれりな、な。あ、やろうか。くぐら針と言います。くぐら針。はい、ここは昔妊娠した女を飛ばせて人口調節を図ったと言われているところであります。この島は宝剣時代去る大名の藩に属し、まあ、人頭税に苦しめられて。龍さん、水源はどこなんですか。この下に大きな地下水があるらしく、
この崖下からいつも水が出ております。見えませんか？通ってみます。よくないですね、こんなとこじゃ。第一、工場から遠すぎる。しかし島としては一番。島としては良くても会社としては良くない。水質は良かったな。水質はいいのです。君ここやったのかい？はい。そこにボーリングの跡がある。それで結果は？結果といって、その最中に結婚をいたしまして。結婚？誰が？私がやります。島尻君はちょうどその頃、亭主と死に別れをした女の家に下宿しておったのです。とにかく硬いです、この岩盤は。こっから工場まで5キロ以上あるでしょう。たとえボーリングに成功しても経費が大変ですよ。人件費だけでも。いやいや、人件費のことならご心配はいりません。ここには昔からユイタバというこの総合労働奉仕の伝統があります。場合によってはタダでも良いのです。とにかくご覧の通り、他に水源はないのです。なんとかここから水場引いていただきたいのであります。どんな男がやってきて道を捕まえ届いてくれるか、よくらやかに。誰か、精が出るの。どうだこれ、アメリカのもんだぞ。キュラザヤ。おいおい、それは頭にかぶるのはね、履くもんだよ、ズロースだよ。え、あ、履いてみろ。いいだね。ほら、なの脱いで脱がしてやるからな。汚ねえな。そこに出ろ。おお、カミちゃん、歴史の隅持ってきたぞ。この分紡ぎでくれや。帰れよ。お前でいいよ、紡ぎ出してくれや。帰ってくれ、帰れ。おい、トリコ、ゾロス返せ。どうすんだよ、ゾロス。550円だぞ。ん、銭持ってんのか。おカミちゃん、マネスカネか。帰れったら。帰るよ帰るよ。紡ぎ出してくれ、明日いるからな。あね、どうせジラスジラス、やめろ。
こんな島、こんなとこ。誰かもやってる。起きろ起きろ。クラゲの神様、太り根吉め、神に逆ろうて腐るば抜け、起きてに逆ろうて密漁の罪を犯し申した。ふもと、やったのは俺だけじゃねえ。畜生差し上がったな、やつら。不祥太り山盛り、恐れながら神に代わって我が子を罰し申す。大丈夫か、じゃあじゃあ。腐り抜けの罰が50、密漁の罰が50、合わせて100。これより叩いてご覧に入れ申す。今年中に落ちるぞ、きっと。本当か？本当じゃん。
岩を落として田んぼ場元通りしたらまたお前と暮らそう。はよそうなればいいに。兄。なしてじゃん。なして悪いんじゃ。悪いから悪いんじゃ。島の奴らみんな俺とお前を見事だと言うとる。太りは獣だと言うとるんです。畜生。どうせ死んだ姉さんに呪われるに、神様たちが当たるに。綺麗か。俺綺麗か。好きじゃ。君は龍さんのお嬢さん。じゃあ奥さんですか。馬、はい。空気がいいせいかお腹が減りますね。ご苦労さん、ご苦労さん。あ、これはご老人。先日は情けのかぼちゃが下され誠にありがとうございました。これはほんのお返しであります。とう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 。まにいつも情けをかけていただきありがとう存じます。いやいや、こちらこそ。また亀太郎につきましてもいろいろお情けをおかけくだされ。どこ行くの。どういたしまして。どこ行くの。お滝の森へ行くのです。あの白い着物は。ノロの着物です。ノロ。今度は巫女さんというか巫女。何日行くの。雨乞いであります。雨乞い。迷信です。あの老人は君の何やったの。祖父であります。馬さんとあの老人とは親子であります。すると馬さんは龍さんの何。本土では何というかな。さあ朝飯前に一稼ぎいたされますか。何です。昨日の水源のボーリングです。ああ、しかしあそこは遠いし。まずもう一度行ってみてください。車で行けばすぐです。一応会社に電報打たなきゃ。ああ、今日は日曜日なので電報は打てない。このクバ傘をかぶられるという。しかし朝飯帰られたらすぐ差し上げるようになっております。まずはご案内してくれ。さあさあ。でも君のお父さんにも一応ご挨拶しなきゃならないしね。母はずっと前に死にましたんです。親父も今おるかどうか。まあ行ってみなきゃ。いいんです別に。そうはいかんよ。汚いですし片付けないと。構わんさ。の挨拶に見えるぞ。じゃあじゃあ豚は小屋入れてくれ、うん、それから家を沸かしてくれ、うん、じゃあじゃあ、うん、じゃあじゃあ、うん、ふんどしふんどし、うん、ああじゃあじゃあ私のおじいさんです。ギッサンじゃ。ギッサンでやらせられまするか。孫がいつもお情けをいただいております。
とう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 。お元気ですな。おいくつですか。はい、いくつになりますか。いいところですね。太り家は先祖代々神様にお仕えする野呂の家筋でありまして、亀太郎とその妹取り子は。妹さんがいらっしゃるんですか。はい。じゃあじゃあ取り子は見当たらんだ。亀、あの技者はなかなかいい男じゃに。当たり前じゃ。いちーとあったかつかまったらば話は出ぬど。花さんと呼ばい呼ばい。はいはい、取り子、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 妹さんってこの人かい。はい、少し頭が変なんであります。なあ、頼む、変なことはやめてくれで。ほら、岸さんに一生懸命使えて、なんとかして東京へ連れてってもらいたいんじゃ。東京へな。東京？そうじゃ。東京には何百万人も人間がおる。電気もある。汽車も電車も大学も何でもある。俺は東京へ行って成功したら、きっとお前を呼んでやるに。ああ。ひとりさんですか。ああ、ぎっさんか。亀太郎君にお世話になります。この穴は一体何ですか。20年前の津波でこの大岩が上がったので、穴掘って落とすのであります。海から塩水の出入りしております。へえ、20年も掘ってるんですか。はい。あの田んぼば元通りにせにゃ、神様にあげる米が十分に取れません。あとはみんな機微になり申したのでな。なるほどね。しかしこの先何年掘ったらこの岩が落ちるんですか。わかりません。根吉が年を言いますれば亀太郎が継ぎ申す。亀が死ねばその子が継いで掘ります。はあ、なるほどね。しかし大変ですね。これでなかなかいい田んぼであります。日は当たる、風は来ん、水はたっぷりあり申す。水？水はどっから来るんですか。水？水は、さて。ギッサー、この木工をあげられるかや。ああ、それですか。そうじゃ、そのロープ引いてみ。タバコあるかや。ひとりさん、この田んぼの水は一体どっから来るんですか。あ、俺もわからん。なんてどっから来よるんじゃろう。さて、なんか聞こえるぞ。水の音じゃないか。ああ、ここはさっき通ったとこじゃ。やっぱり奥には行きはせんのじゃ。しかしみんな本当に知らないのかね、田んぼの水が一体どっから来るのか。
はい、知りませんです。わあ、暗くなってきよった。帰りましょう。いや、もう少し調べてみよう。でも、そろそろハブの出る時間があります。何？ハブです、毒蛇。仕方ない、明日にして。キビの前渡し金が出たのはいつやったかの？去年の暮れじゃ。政党終わったところで差額ば出すと言うとったに。政党終わってもう4ヶ月じゃ。不景気じゃ不景気じゃ、抜かしよって流流源はもぎ取るんじゃ。きっと当たり前じゃ。こっちはいつも貧乏で借り入れが待てんのだからの、前渡し金で安売に買い叩かれるんじゃ。はあ、嫌じゃ嫌じゃ、こんな汚い島。お前らそんなに嫌なら早う島から出てったらどうじゃ。なんじゃと？穴掘りが一人前の口聞くな。俺はもう穴掘りじゃねん。そんならなんじゃ、竜の犬か義士の犬か。いずれにしても人間じゃねん。俺は人間じゃ。今度のドンガマンだって出るんだぞ。へっ、ドンガマンがなんじゃい、あんな迷信。どうじゃ、一丁三つ両でもやっつけるか。仲間うちに犬がおっちゃ危なくてやれやせん。歴史みたいに海に出られんようにされちゃたまらんわい。ちくしょう、いつまで秘伝の続くんじゃい。もう大方出ていくやつは行っちまった。残されたら出来の悪いやつばかり。つまらんの。俺たちにできることは呼ばいだけじゃ。森の中入ったことある？誰も入ったことはないの？ないよ。あん中に水があるらしいんだがね。聞いてない？聞いてない？エキサル。誰がじゃ？分からん。近頃夜になると寝吉寝吉って言うて、地の底から誰か呼びおるんじゃ。鍵どっから持ってきた？龍様んとこから。龍の？龍様があちゃに来いと言っとられる。ここか。いや
あっちかや。あいつ。徳里は昨夜どっかで魂を落としたんで、それで探してんのです。迷信であります。そんなことがあるのかね。はい、この島ではよくそんなこと言いますが、バカバカしくて。あ、義士さん、違います。そっちではないのです。義士さん、予定地はこちらです。そっちは違うのです。義士さん、違うのです。そちらには行かん方がいいので。はあ、はあ、すくだ。何と申し上げるべきか。いやいや、太り君のせいじゃない。僕がアートモンで運も悪かったんですよ。獅子穴にかかるなんていい土産話ですよ。けりゅうさん、どうして今まであんな都合のいい水源を教えてくれなかったんですか。あのお滝の井戸は昔から島の最後の水ということになっております。現にもはや3ヶ月も日照りが続いておりますが、あの井戸の水は誰も使いません。あそこを犯した者には神罰が当たるからであります。あれ、島以外の人には教えないという掟がありまして。しかし水がなければ工場を閉鎖しますよ。そしたら困るのは島のみんなじゃないですか。はい、けれども島の伝統や信仰を無視することはできません。会社としては5キロもパイプを引くよりも当然目の前にある水源から水を取りたいと思いますね。神様の水であろうとも。私は工場の長でもありますが、島の区長でもあります。ならなおさらだ。ちょうどいい機会じゃありませんか、飲酒を打破するには。クラゲは本土より50年遅れております。だからして時間がかかるのであります。時間はあまりありませんね。ならん。あ、どうもありがとう。とうとう話。しかもあそこは私の力でもどうにもならんところなのです。あそこをいわば管理しているのはノロたちでありますから。ああ、巫女さんですか。はい、お滝に関してはノロに潜在主権があります。まずノロを集めて相談ばせんことに。ノロはうんと言いますか。それはわからぬ。わからぬから相談するのでしょうが。下調査は始めますけど、いいですね。それはいいでしょう。ずいぶん信仰深いおばあさんですね。私の妻であります。すると馬さんは。なり、その足かせを取ってお見せしなさい。龍家は封建時代圧政に苦しめられた砂糖作りの奴隷でありました。これがその当時使われた足かせであります。龍家ではこれを見て先祖の苦労を忍び、神様の掟に逆らわざるよう心の戒めとしているのであります。待ちかしてください。随分あれですね、この島の人は信仰深いんですね。何の神様なんですか。天地自然一目一掃皆神であります。海にも畑にも家にも神様がおられるのです。この島から神様を外したら何も残らんでありましょう。
馬に会わせてもらえんかや。のぼせるな。はよ行け。鎖の音ばさせるな。島の恥じゃ。根吉が兵隊から帰ってすぐ女房が死に申した。それからやつはひどく荒れ寄りまして、ダイナマイトで密漁ばする盗み場やる。島中の女を追いかけて人の女房には手つける。しまいにはあんた自分の妹にまで。22年のマラリア大流行で多くの島人が死に申した。根吉の不行跡が神様の怒りに触れたのであります。しかし本当ですか。そのために津波の起こってですね、奴の作っておる神殿に赤い岩があったのが何よりの証拠であります。しかし嫌な話だな。そんで龍様は妹が引き取ってあそこに置かれとるのです。あ、馬さんですか。さよう。その後真面目に暮らしておりましたところ、神がかりしてノロになったのです。ノロは代々ノロの血筋ですから、馬はノロの中の一番のノロであります。馬さんは龍さんの言うなればおめかげさんですね。さあ本土では何と言いますかな。いやこっちでは何て言うんですか。そういうの引き取って面倒を見ると言いますが。まあいずれにせよ龍さんが一番のノロの面倒を見てるのは都合がいい。神様の水をもらうのに。それとこれとは別であります。どこ行っておった。浜でお祈りばしとったに。本当か。本当です。岸さんのお相手をすべきものが。ノロはお滝を守り島を守護するのが務めじゃ。分かっておるな。おい行って岸さんを慰めてあげなさい。まさ、もう僕は結構、そんな飲め。もう一つだ。いやもうダメダメ。ぎし、暑いかや。暑い。暑いからそんなにそばやらないでね。ぎしゃん、うちを嫌いか。いや別に嫌いとか好きとかそういうような。熱い。あ、馬さん、ちょっと待って。これはどういうことか知らんけど、実に変な具合でありすぎる。僕は今夜表で寝ます。嬉しい、待って。あなたはね、もっと自分を大事にすべきだと思うよ。え、分かったね。おやすみ。嬉しい。あっ
愚か者、女郎の務めも満足にできんとは。へえ、今夜何があった。何にも。まさか太田な、仁吉と会いませんな。そんな恐ろしいこと。貴様、ここはどうしたのだ。帰りに転んで木の枝に。これは、それも、これは、それも、どこで会うた、仁吉めと。どこで。穴で。何ばした穴で、仁吉めと。何もしません。にも、本当か。本当に、本当にないませんね。誓えるか、神様に。誓うに。どんがまの神様に誓えるか。誓うに。このエンジン俺に譲ってくれんか。黙って持ち出すなんてひどいじゃねえんな。おめえよく眠ってたもんだから、半年もかかってようやく直したんじゃ。鳥の島へ玉拾いに行かんならんのじゃ。葉っぱが切れよって。ダメじゃ、壊れるに。壊れるって、壊れるって、ね、おめえちょっとやっちみてくれ。俺も年じゃ、昔やったら一こぎじゃったにゃ。この投げじゃほも張れぬ。ああ、よう走るわ。あちゃん、見つかったらどうする。一人は海に出ちゃならんのに。見つかりゃせん。亀太郎、見てみよ。西の上島、あの光ってる海の向こうじゃ。あそこには起きてもあらん、おしゃべりもおらん、自分の食うものは自分で作るだけの土地はある。西の上島なんてあれはせんのじゃ。あれは昔話に出てくるだけの。いや、俺は戦争中しけで流された時に確かに見たの。クラゲにも知っとるやつは少ねえが、まあ、おるにゃおる。ただ言わんだけじゃ、たまには密漁に出かけとるかもしれん。なんで言わんのか。今は日本漁じゃねえの。向こうの国のもんじゃ。なんで誰も住んどらんのか。向こうの国はバカでっかいんじゃ。あんな小さな島に住むやつはおらん。あちゃ行きたいのか。ああ。そんならなんで早行かんのじゃ。穴場掘って岩落とすためよ。なんで岩落とさんなら。約束だからじゃ。
龍玄とのな。約束？ああ、龍とは戦友じゃ。約束は果たさんならん。嘘じゃ。あちゃ好きで穴掘っとるんじゃ。バカ！みんなが言うとる。太りは獣じゃと。あちゃ。あちゃもジャージャーと同じなのか本当に。おばさんとあちゃ兄弟で夫婦だった。バカたれやん。何ぼ言うか。しかしみんな亀。そんな気ままは人間には許されん。人間には神様の真似はできんのじゃ。戦友じゃちゅうたってそんな昔の約束なんか。約束は約束じゃん。亀、岩は今年中にもしかするともっと早く落ちるかもしれんのじゃ。本当か、あちゃん。岩が落ちたら太りゃみんな西の上島へ移るんじゃ。俺は嫌だ、行きたがねえ。俺は東京へ行きたい。東京行って何になる。何でもいい、行きたいんじゃ。の初めの兄妹ややこをつくるすべしらぬ。そこで二人に祈り捧げて聞いたとさ、電話をかけて聞いたとさ。じいじ、手紙、東京のお投げからだ。妹です。神様はそこで仰せられた。井戸の周りをめいめい反対に回ってみよ。二人はその通りにして会うた時ぴったりと抱きよう。そして兄と妹は妙徒になったのよ。これから天におる兄弟の鳥や獣を一つがずつ下された。こうして島には人間も鳥や獣や虫も増えたのじゃ。何でありますか。まだいけないよね、暑いから。白い旗。はあ、困るな、まあ、キュラソが太り君が来るから。まさん、返して。まさん、返してください。抱いてたぼうで。返しなさい、まさん。抱いてくれね。返して、まさん。ね。返してましょう。リュウさんに申し訳ない。第一、僕には女房もあれば子供。その奥さんが浮気しとられて。なんでそれを君は開けたんですか。これ全くひどいもんだ。抱いてくれぬとこの世に去るる。しかし僕にはできない。そんなことは僕にはできないよ。この間言ったでしょ、もっと自分を大事にしろって。僕は島汁君とは違うんだ、ね、悪いけど勘弁してください。もう何が何だ、さっぱり分からん。この島と来たら何が何だ。あ、いや、お一人君ちょっと手を貸してくれ。この枝見通しが引かない。
鳥くん。あ、はい。1、2、3。いや、おるんだよ、下へ。1、2、3。なんだいそれ、どうしたんだい君。あの、ノロに相談場所と木をってはまずいので、下調査のために見通しの悪い者だけおるんだ。大地もう枯れてるじゃねえか、こんなんか。はい、でも。でも罰の当たるっちゅうことで。君信じてんのか、そんなこと。信じてはおりませんです。迷信者と思うとります。よし、そんならこの木を切っとこら。許してたぶれ、他のことなら何でもします。木を切るんだよ、やりたまえ。首にせんでください、お願いです、首にせんでください。これを切ったら首にはしないよ。札の名刺を自分の手で壊すんだよ。さあやりたまえ、早くやりたまえ。うわー、早く。うわバカバカしい。君がやれないなら僕がやるよ。立ち方が当たらねえか。当たり申した。また妨害か。ああ、そのようであります。あげろ。三度目だ。しょ。うわあ、違う。カリオ、北調査はまだよろしいが、ここまで作業ば進めてもらうては困ります。ノロの返事はどうなんです。もう半月になりますがね。なんせ島の攻防に関わる大事でありますね。だいたい大げさすぎますよ。バカバカしい。しかし、お滝信仰はいわば島人の郷土愛であります。そんなことは分かってます。会社としてもこのことは大切に考えなければならんのであります。工場が安い地を買えるのも、安い賃金で人を雇えるのも、いわばこの郷土愛のおかげであります。会社の利益というものはこれあれば。今まではそうだったかもしれないけど、もうそんな古臭い考え方じゃ会社もやっていけやしない。しかし現に工場と島人とは情けによって結ばれとるわけです。古すぎますね。もっと合理的に行かなくちゃ。合理的に行くなら会社は前渡し金の差額を支払わねばなりません。差額に関しては僕から会社に問い合わせてます。まだ返事は来ないけど。おい島人君、二人君、東政党東建設の社訓の第一条は人情細やかにであるの。人情を否定してるわけじゃないんで、少なくとも僕はこの仕事を島人のためにやってるつもりです。はい。それなのに再三妨害される。あなたがもっとはっきりした態度を取ってくださればいいんですよ。けれども、それなら僕は早く仕事を済まして東京へ帰りたいんだ。お気持ちはよくわかります。奥様のことなどいろいろご心配であります。あなたがはっきりしてくれないならこっちがはっきりさせます。
妨害の犯人だって僕らの手で捕まえてみせます。いいですね。わかりましたよ。おお、誰ですか。この人です。ははあ、犯人の写真ですよ。僕が昨夜撮って今焼き付けてきたんです。なるほど、それはそれは。これ誰だと思われますか。太り根吉さんだとは思いませんか。思いません。じゃあ誰だと思われますか。わかりません。トリ君。はい。君はこれ誰だと思う。君の親さんだろ。よくわかりませんでした。なんだって。君は自分の親父の顔を忘れたのか。それは何かの間違いでありましょう、技師さん。何がです。間違いは誰にでもあります。冗談じゃない。これは間違いなく太り根吉です。ご存知の通り、太り根吉は鉄の鎖で穴の中につながれております。だからしてそれは根吉ではない。じゃあ誰かが鎖を解いたんだ。君か。そうだ、きっと君だ。私はそんなことしませんです。リュウさん、心当たりはないんですか。有馬さん。それじゃ一体これは誰なんだ。うちは穴があるぞ。夜になった。一人根吉であるかもしれん。え？だが一人根吉でないかも。みんな横になれ。吉さん、ここへどうぞ。なんだよこれ。迷信だと思いますが、虫除けのまじないであります。馬鹿にすんな。リュウさん、今夜から僕は現場で泊まります。野宿ですか。さあ、君はもう来なくてよろしい。爽やかコカ・コーラ。夕立ちはった折り島越し、おっておさめておさめた、その後はよくらやさみ、月夜の晩はお潮で、海の神様。うん、お滝の森の機械のところにな、ぎっさんが野宿してられる、うん、この先持ってってやれ、うん、ほら枕もよ。トリコ。亀、一個だね。
婿取りじゃ、婿取りじゃ。しかし歩くだけでも罪じゃちゅうに、喫茶ばいために出るとは何ちゅうざまじゃ。龍源も困っとるわ。そんなはずはねえね。龍は俺にお立場を守るって言ったんじゃ、あの義姫に仕事ばさせんようにするのが俺の役目なんじゃ。そりゃ分かっとるわ。だがそれを人前であからさまにやれと龍源は言うたか。写真まで撮られよって。ネキチ、足ば出せ。パナグライ。この子、ちょっと頼むね。どうした？妹がさん気づいたんで、すぐ来てくれ。ああ、よしよしよし。あ、行け、一緒に処分しとるぞ。来てみよう。俺やるにさ、お前早く行けや。すまんの。カリヤギシさん。カリヤギシ。ああ、君か。なんだい？西の浜で待っております。西の浜？約束したからって昨日からずっと。誰が？妹です、トリコ。二日もお飯食いませんのです。実際以外はダメなんであります。かわいそうだな。お二日も終わったよ。
これじゃ。いた。父ちゃん、昨日から待ってたの？うん。昨日からずっとここにいたの？うん。悪かった。約束破って。なんてたんだりか、トリコの婿は決まったし、お前はドン釜に出られるし、それに亀、さっきわしは土持ちの屋根吹きの結束に出ろと言われた。土持ちの、うん、昔土持ちのジャージャーが太りの屋根吹きに来てくれた。その借りは返さにゃ死にきれんと思っとった、うん、20年ぶりの結束じゃ。あと岩さえ落ちりゃ島付き合いも元通りじゃ。俺はいつここへ来たんだっけ。ついこの間来たようでもあるし、ずっと前からいたようでもある。ギシギシ、
風はまだまだ吹きおる。やに吹きゃアートじゃ。南方洋上に発生した台風12号は正午現在北緯24度東経130度付近の海上にあって、毎時10キロの速さで北北東に進んでいます。北緯24度っていうとちょうどクラゲあたりじゃの。中心付近は地震中心から半径150キロ。今年の風は雨ば持ってきおらん、からっ風じゃ。中心から半径うわ落ちる。カメコ、トリコ、あんな岩落ちる。出てみろ、出て、早く逃げ、出て、石で力出すぐらいじゃないといい向こうにはなれんぞ。よし上がってから一服じゃ。タバコあるかよ。いいんだろうか。義士、くぐらばりに連れていかんならんのじゃ。ねえ、義士は無謀じゃ。ふとるのうちの仕事はすりゃええ。兄、ジャジャン、ジャジャン。なんぼした。父持ちの湯板場で屋根から落ちて死にそうじゃ。乗らんのか、うま。なんで乗らんのや。お前の力でジャジャの魂は呼び返せ、呼び返せ。
帰るんですよ。お前を義さんにつけたのは何のためか。島と義さんとの間に立って、島のため、工事のため。で良いのか、ギッサン。いえ、あさっての便で本社からパイプが来る。仕事してもらわんばならんな。はい。乗り移る。
戻ってください。パイプが本社から着きます。もうここにいてはいけないのか。何も言うか仮面、リサはおめえの兄弟じゃん。あじゃあ邪魔すんな。俺は竜様と約束ばしてきたんだ。竜？竜が何と言おうとリサこのうちのもんじゃん。トリコの婿じゃん。さあリサ仮面じゃろ。何ばすんだ仮面ちゃん。僕は行かないよ。なんで？なんでって来るのがいいからだよ。でも辛いし汚いし。いやここのが楽なんだよ。しかしパイプが本社から。ああパイプがついたらこっちから帰ってくよ。龍さんよろしく言ってください。そんなことを龍さんも。ああついでに僕の荷物持ってきてよ。こっちね。雨乞い祭りばっかりやっても一向に降りやせんの。迷信じゃノロなんか当たりになるかや。だが俺は龍龍源が羨ましいぞ。毎晩馬抱いて雨乞いやっとんじゃと。ウト、なんじゃこのウイスキーは。海の水で割ったんじゃねえな。贅沢言うな。まあ、水が飲みたき雨の降る日まで待ったらどうじゃ。なんだ亀。うん。政党の本社から明日パイプがつくんじゃ。会社は急いでるのに実さんはあの調子でな。それがどうした。だからみんなして義士さんば龍様のとこに戻してくぐらばりでボーリングば。トリコはどうするんじゃい。どうするって。あれは二人の人間じゃ。つまり二人を別れさすっちゅうわけか。うん、まあわかった。お前自分のカカは義士に取られて焼いてるんじゃ。ああ言うなお前ら。山城そんなこと言ってお前もトリコの亭主やろうが。だれだれ。俺より前の亭主がこの中にたくさんあるわい。しかし最初の亭主は亀じゃろ。いやそら分からんぞ。ノロじゃ、馬が言うた。稲妻の光った魚の群れの気うるぞ。うと、あ、網行こう行こう、来やせん。おい、行くぞ。問題ではない。この日照りで気味は悪い。量も思わしはない。島人の心には今迷いが起きた。だから何に対しても疑いを持つ。そのような心を正してやらねばならぬ。その時にこそノロは必要なのだ。今さっき神様にお伺いば立てたらや、ノロは譲れと。誰に？トリコに。
トリコにノルマ務まるか。でも神様の言われることじゃに。お前の心に曇りはないか。曇り。心に聞いてみるがよい。神の掟を犯してはいまい。すぐお帰りください。龍様がお待ちかねです。やだよ、僕は。乱暴はいけないですよ。おい、あちゃ、おい、あちゃ、おい、大将、おい、乱暴した。義士連れて行かれた。これはこれは。はいはいはい。どうもおめでとうございます。何がです。僕はこんな乱暴。あ、お許しください。やむを得ぬ事情がありまして、まずはあちらへ。さ、どうぞ。部長昇進おめでとうございます。部長、昨夜東校庭先生よりお達しがありました。今度新たに東観光という会社ができまして、あなたはそこの業務部長に昇進せられ、クラゲ島の観光開発に専念せられることになったのであります。観光、ああそういえば前から聞いてた。奥様からの手紙が同封されておりました。これ。観光は以前からお父上の夢でありました。それが今度飛行場開設の許可が下りたのをきっかけに急に具体化したのであります。飛行場。うなり、馬どうした。お困りに入りました。申し遅れましたが、そのために一両日中に皇帝先生が来島されるのです。ですか、会長が。待ちに待った雨が降った。まずおめでとう。この良き日にこのようなことを申し上げるは誠に残念でありまするが、昨年度の日々の前渡し金差額は打ち切りになり申した。世界的な砂糖の値下がりの前には、この流言の努力も灯籠の斧に過ぎなんだ。深く皆様にお詫びをする次第です。だが不祥流言、飛行場の用地買い上げに関しては自信がある。必ずや差額打ち切りのマイナスを補って余りある値段で土地場買い上げていただく。予定地を外れた方々には建設の仕事場あっせんし、高い賃金を支払っていただく。決して悪いようにはせん。よし、なんで帰らぬ。今父に当たる人が来てるんだ。トリコは気が狂ってしまう。飯も食わん、水も飲まん。帰ってくれで。大丈夫です。帰りますから。ややこててなしごにせんでくれ。分かってます。きっと帰ります。あと待っとるね。あちゃ、なりません。金で話ばつけなさい。いや、金の問題じゃないんだ。僕は親父に話をして。とんでもない。そんなことをされては会長に対して私の立場はどうなります。おばあさん、ひどい人だ。風紀
おばさん、おばさん。それでよ、龍様は俺に銭ばくれたんじゃ、トリコば本島へ連れてってややこばおろせっちゅうて。あちゃ怒るに決まっとるしよ、どうすればいいんじゃ教えてくれれ。うちや神さんに見放されてや、もう何もわからぬに。島のため、みんなのため、やっぱりおろさにはならんのかや。おばさんよ。恐ろしいことじゃ。どこ行くんじゃ。ええとこじゃ。本島へ行くんじゃ。遊びに行くんじゃ。うん。本島には自動車もある。電気もついとる。パチンコ屋もあるぞ。どこ行くんじゃ、兄。心配せんと、少し横になる。な、さ、すいません。トリコ。トリコ。パチンコ行こう。な、な、ほら、静かにし、トリコ。トリコ。二人はやっぱり獣じゃ。獣はよ、血引くんじゃと。恐ろしいことじゃ。この先どんな悪いことの起きるか。クラゲは二人のためにたたられておるに、雨の降ったに島中の井戸の水は枯れたまんまじゃ。根吉の穴掘りのせいじゃ。お滝の井戸の水は手が悪い。水がなければ土地の値段も安くなるわ。太りの獣のせいじゃとみんなが言うと。目吉の穴掘りのせいじゃとみんなが言うと。飛べ飛べ。出ろっていうのか。そうじゃ、仁吉、長い間ご苦労であった。お前の務めは終わった。ここ立ち去れ。
僕はこう言うんです。本来ならビタ一文にも乗らんのじゃが、お前の長の努力ば認めて私有地同様の立ち退きればよいし、うん、いやもう落ちるんじゃ、もう10日もかかりゃせんのじゃ。よう勤めた、まあ、疲れたであろう。この辺で金ば掴んで少しは楽をせ。馬、馬消してくれるか。今すぐ行っちゃわけねえか。あれにゃ、ノロとしての務めが残っておる。20年俺は掘った、馬を消してもらおう思って20年掘り続けた。それも俺とお前が戦友なりゃ。わしではあらぬ。神じゃ、神様の御心に従ったまでじゃ。ほなら神さん心がありましたっていうのか。ここ出てならんって言ったと思ったら、今度は出ろっていうのか。誰、お前は神を恐れんのか。お前勝手じゃ、俺は立ち退かん。岩を落として馬を返してもらうまではやりたいことが俺は動きやせん。米朝俺はお滝を守らんにはならんからな。無駄なことじゃ。そのお滝も間もなく南の森に移し参らせる。ここは飛行場になるのじゃ。お滝を移す。そうじゃ。どんがまの終わったらすぐ千座祭りばせにゃならん。野郎たちも承知じゃ。で馬、馬ももちろん承知じゃん。そんなはじゃねえ。馬野郎をやめて一人帰りたがっておるが。ねえ吉、馬ももはや三十を越した。いつまでも同じ小娘ではない。馬は変わらぬ。変わってはおらぬ。島も変われば馬も変わる。馬は今やお前のものではない。馬は変わらぬ。お前の都合通り変わるような女じゃねえ。馬は俺の妹じゃ。神様はお見通しじゃ。お前の犯した大罪を。神様じゃねえ貴様じゃ。貴様が俺と馬に義理のねえ罪を押しつけ。だが俺は我慢したんだ。貴様と俺は戦友だから。なればこそわしはお前を強制的にこっから立ち退かせとはないのだ。なあ、島のみんなが喜んで土地を手放そうとしておる。想像もできぬ大金がつかめるからじゃ。しかしお前が意地を張ることで全てがご破産になる。島のため、みんなのため、ここはもう一度よう考えてみろ。いやじゃ、どんな保証ばしてもか。当たり前じゃ。せよ、帰ってくれ。帰って義士はここへ戻してくれ。それは断る。トリコは口も利かんようになってしまうんだ。義士も悲しんでおろうね。変わるのじゃ。みんな変わっていくのじゃ。ひよげ、貴様の罪じゃ。20年前俺たちは身に覚えもないに島中の門に痛めつけられた。その中で龍玄とうなりだけが優しかった。だが奴は変わった。馬、お前も変わったのか。変わらぬ。うちは変わらぬ。しかしおめえは龍玄の目かけじゃ。十五でった。仕方なかったんじゃに。その龍玄はおめえを引き取った時娘であったことを知ったじゃろうに。兄と父とはよ、心は夫婦じゃま。心の夫婦もならんのか。神様お見通しじゃ。ああならん、ならんちゅうにあり。
今少し。
落ちた。馬落ちた。岩落ちた。姉、岩落ちた。よかった。よかった。おー、兄ちゃん。待ってくれ。早く乗れよ。ええか。ほら。あちゃん。島のみんな、あちゃんが小馬手放さんちゅうて困っとるんじゃ。みんなのため売ってくりれ。ここと畑を会社に渡せば25万になるんじゃ。この上本当に会地と住宅ば支給されるんだぞ。明日がねもろて何になる。ここは神さんの田んぼじゃ、売るもんじゃねえ。しかしあちゃんみんなが。おい、こっち持ってこい。田んぼも元通り、一人の家も元通り、ジャージャーに見せたかったや。おばさん、龍様がすぐ帰れちゅうとったぞ。なして？どんがま祭りの乗るばせにゃならんじゃろうが。うちは神さんに見放されたんじゃ。出られやせんに。とりこや、お前うちの代わりに野呂神さんばあ勤めにゃならんど。うん、神様が言うとられるんじゃど。うん、トリコ分かったかや。うん。会社の偉い人がどうしても帰ってこいって言うんだ。それで今度の船で一旦東京へ帰らなくちゃならないんだ。東京？僕はね、嘘は言わない。どんなことがあったって必ず帰ってくる。やだ。あ、痛い痛い。トリちゃん、信じてくれよ僕を。僕はね、東京なんか嫌いなんだ。女房だって皇帝先生だって女房のおふくろだって好きじゃないんだ。僕はトリちゃんが一等好きなんだ。だからね、君も僕の言うこと聞いて。トリちゃん、トリちゃんどうしたんだ。行こう。明日。ああ、そう、明日。西の浜、船の出る前。ね。ええ。太りゃ25万じゃと。そうよ。俺んとこは15じゃ。同じ広さでよ。当たり前よ。太りゃ特別扱いなんじゃ。神様の田んぼ作っとるからじゃっちゅうが。バカたれ。太り馬は龍源の目掛けじゃ。だが根吉はまだ売っちゃおらん。岩が落ちてもまだ頑張っとるに。ごてればごてるだけ土地代は釣り上がる。夜は寝床で馬が龍源ば口説くんじゃ。あ、貴様よ、みんな島の発展のためによ、吉備の差額も返上して我慢してきたによ。根吉はあれで島一番の利口者よ。皆がバカなんじゃ。ちくしょう、あんなやつ穴に埋め殺した方がよかったんじゃ。ぶっ殺せ、あんなけだもん。亀、これから俺たちの勘定はみんなお前持ちじゃぞ。なんでじゃ。お前竜の犬になっていくら儲けよった。親も獣なら子も獣じゃ。俺は獣じゃねん。獣じゃ。ああ、俺はどんがまに出て。どんがまになんか出たって人間になんかなりゃせんど。どんがまがなんじゃ。あんなもん都人の迷信じゃ。そんなこと言うが、お前らどんがまに出るんじゃねんな。出やせん。俺たちはもう龍源に協力しねんからよ。それに俺たちの身内には龍源の目掛けになるような女もおらんしの。だけどお前らでなんだら麓さんたちにやられるぞ。麓がなんじゃ。龍の腰銀ちゃん。
竜流言が何じゃ。こんなまがなんだ。伊勢神様のインチキ聖人式。誰かなんじゃ。旦那様、うちもう責めんで許して。わしの心が分かってくるのはお前一人じゃ、お前だけじゃ。出られぬうち、どんがもの取りにはもはや太鼓が聞こえる。心を決めるのじゃ。どんがま島一番の大事な祭りじゃ。ぬろが出らんだらどうなる、うん、災いを除いて島を救うてくるよな。うちの予言はもはや当たらぬ。雨も何度言うたらわかる。神様の御心通りにしておれば力は戻る。トリコに、トリコに乗るわ。バカだね。何の見込みもあらぬこの島に食って湧いた観光の話、みんな欲も書けば迷いもする。中には逆らう者も出てくる。百姓が土地にこだわるのはわしにもようわかる。今こそクラゲは新しい力を導き入れねばならんのに、逆らう者は除くしかない。早いうちにな。わしがただ島のため、みんなの幸せになることのみ願うておることは知っておるが、馬祭りに出て神のご達せんば受けてくれる。そして皆に言うのじゃ、根吉の名前を。観光に逆らい皇帝先生に逆らう根吉の名前を。馬うちには言えない。許して。義士、カリア。ナンバした。いい。言わねばこうしてやる。許して。許さん。歴史ごときにお前を渡しゃせんぞ。歴史ごときにお前を。岩がどうあろうと、穴がどうなろうと、お前はわしの。旦那様、旦那様、旦那様、旦那様。じゃあお前も来たろか。絶対に出らんちゅうたくせに。お前だって一人じゃねえんだ。ちなちゃ、俺が出らんちゅうたら泣きよるんじゃ。俺んとこもじゃ、年寄りに泣かれちゃ始末の悪いからよ。どんがま島一番の大事な行事じゃもん。ああ、こんなことじゃいつになっても島の石場改革できんの。しかし島付き合いば外されたらクラゲで生きちゃいけんからよ。なんちゅうても
どんがまのこんぼは痛いからや。どんがまを神様として信じるか信じねえか。ご作戦を。龍様、龍様、龍様おらぬ。いつからずっとらしい。ずっと、なんでじゃ。知らん、龍様知らん。龍さん知らん。大丈夫じゃろうか。大丈夫じゃ。西の上島へ着いて田んぼば作って家ば建ててトリコを迎えに行くにはどうしたって三月はかかるに。心配ねん、亀太郎もおる。亀当てにはならん。あれはきっと東京に出て行く。龍の奥様が見てくるるわ。だがトリコはバカじゃから。トリコはノロじゃ、本当のノロじゃ。
神様がきっと守ってくださる。どうしたんじゃ、馬。何でもね、ただ流言のことか。葬式にも出よらんと島のみんながよ。ならばこそ後のことはうなりによ頼んだんじゃ。でももう秋じゃ、俺たちは急がんならん。流言の墓には後できっと参りに行くとうなりに言うたん。ドンガマと葬式の終わる頃にゃちょうど嵐の時期じゃ。ごたごたせんうちに早う行けとうなりも言うちくりてん。まあ鳥に餌やちくりれ。へいほ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 けおった。少し休ませんと。食え。食わんと疲れるに。忙しいぞ、馬。上島には誰もおらん。二人きりで働くんじゃ。百姓やって魚取って豚や鶏ば増やすんじゃ。馬、俺たちはよまるで神様のようじゃねえか。上島二人して始めるんじゃ。ええ、馬。俺たちはよ、島の初めじゃ。兄、誰よりも好きじゃ。兄、誰よりもよ。西じゃ。西の島へ向かったに違いない。亀、歴史のエンジン持つか。そうは持たんです。どのくらい持つ。5、6時間。よし、そろそろじゃ。飲め。
出して飲まぬ。どっか悪いか。酔ったのか。元気ば出せ。先は長い。飲まには続かんぞ。トリコは連れてきてくれじゃんかや。おみきじゃ飲め。カメ、つらかろうが起きてじゃ、たくさん飲め。はい、もう勝てー。
まあ、なしてこんな、まあ、こっち来てくれ。取れ、止め。しばらくでござりまする。いやー、しばらくしばらく。相変わらずお元気で。あ、こちら怪盗の奥様、これ僕の女房、こちら工場長の麓さん。とうとがなし、とうとがなし。コカ・コーラ、コカ・コーラ、冷たいコカ・コーラ。Oh.
コカ・コーラ冷たいよ。冷たいコカ・コーラ。いくらか包んでおやり。はい。どのくらい差し上げたら。10円分やればよろしいでしょう。何を歌ってるんです。よくわからないけど。昔から伝わる島歌であります。伝説ば歌っております。さあどうぞ。ある日サバニ。サバニって何です。クリブレであります。今はもうエンジンのついた船に変わっております。今でもや西風の吹く夕方、赤い帆ば張った神様のサバニが見えるわ。本当。いやいや昔の話です。今時そんなものも見るはずありません。でもうちは見るに、島のみんな見たっちゅうとるに。困ったものであります。だけどどうして島へ帰っちゃったの。突然いなくなったんで心配してたんだよ。すいませんです。せっかく紹介していただいたに。どうしてなの。嫌なのかよ東京は。いえそんなことありません。よよ工場でもよく働くって評判良かったのにね。5年も勤めていて。すいませんです。島にも仕事があるっちゅうので、それにちょうど親父や妹の命日だったんで。やっぱりいいのかね故郷が。いえそんなことありません。ここの方が苦しいのです。心が。でも東京にいると自分が自分でないような、バラバラで全く困るのであります。はい。この島で親父が何をしたのか、自分が何をしてきたのか、岸さんが何をしたのかよく見てみないと。それはあの時の状態が。いえ別に岸さんを非番するんじゃなくて。岸さんはなぜトリコを見殺しにしたのか、自分はどうして親父を殺したのか、本当に島のためみんなのためだったのか。ここでもう一度よく考えたいと思うんです。あら珍しいわお母様。あれは昔帰らぬ恋人をしとうて待ち続けた島の娘の化身じゃちゅうことになっております。ロマンティックなお話ね。はい。トリコ岩っちゅんじゃ。実際会ったことじゃ。ついこの間。本当？本当じゃ。部長さんだってトリコばよう知っとられるに。ご存知なのあなた。うん。島人は頭がありませんので、昔語りと現実との区別がようつかんので困ります。しかしそれほど島人は純情素朴、クラゲは情けの島なのであります。
すいませんでした。